た。あれ、ここ。ごめんなさい。これには深い事情があるというか、シリーズ恒例というか、 3D 空間へは床から少し上に出現しないと、床コリジョンとの当たり判定プログラム上、床に当たることができず、異次元へダイブしてしまう恐れが。だあ、ちょっと落ち着けって。何言ってるのかわかんねえよ。それより、そうだね、まずは怪我がないか確認しないと。ちょっとこっち向いて。うわ、じっとしてないと見れないよ。でもパッと見た感じ、どこも怪我はしてないみたい。はじめまして、私ネプテューヌって言うんだ。それでこっちの標本になってるのがクラちゃんっていうの。おい、それよりとんでもないところに来ちまったみてえだな。ん？ここは VR 次元って場所かもしれねえな。 VR？ まあ稀なケースだが、複数の異なる世界が何らかの原因で重なり合うと発生する空間的異常、一時的に発生する仮想世界ってやつだ。空間的仮想世界？しかも干渉している次元が俺でも移動することができない深海レベルだぜ。もしかするとそこにいる人間はプレイヤーっていう導き手かもな。こいつはレアだぜ。レア！俺の推測が正しければ新次元ゲームっつうゲームをプレイしてるはずなんだが、どっかに落ちてないか探してみろよ。そんなの探すまでもないよ。プレイヤーさんに聞いてみればいいんだよ。プレイヤーさん、今プレイしているゲームは新次元ゲーム？おお、そうだって。クロちゃんすごい。まあな、俺はすげえんだよ。だからよ、これからは俺の言うことをちゃんと聞けよな。てか、お前はプレイヤーに対してもその態度なのな。褒めてねえよ。次元座標の再マッピングも終わったし、そろそろ行くぞ。え、もう行っちゃうの？でも確かに急いで戻らないとだよね。ねえクロちゃん、またここに来てもいいでしょ？ 100% 来れるかわかんねえけどな。ちゃんとマッピングしたよね。じゃあ大丈夫だって。それじゃあ私たちそろそろ行くね。お邪魔しました。それおはよう、ネプギア。何してんのよ。ネプギア、そういうの得意だもんね。それで何か見つかったの？まだ全然。この辺り無線が機能してなかったから、今 N ギアを有線でネットにつないだところなんだ。おお、だから N ギアから変なケーブルが伸びてるんだね。踏みつけないように気をつけないと。あ、でもね、壊れてたけど地図データとかいろいろ見つけたんだ。今はツールで修復している最中だけど、終わったらきっと何かわかるはずだよ。おお、さすがネプギア。こういう時だとすごく頼りになるよ。そうかな。おーす、ネプチ、やっと起きたんだな。ぐっすり眠れたか？そりゃあもう、プリンの海にダイブする夢を見るぐらいぐっすり眠れたよ。毛布もあったかかったし、こういうスローライフな生活もたまにはいいよね。それはよかった。で、ギアッチはまだなんかやってんのか？はい、この N ギアをネットにつないで情報収集をしているんです。
Nギアってのは薄いのにインターネットができるなんてすごいんだな。インターネット、私ネットのコピペ以外でそう呼ぶ人を初めて見たかも。けどネット上に使えそうな情報なんてあるか？ほとんどが断線してたりサーバーが壊れてたりでまともに機能してないと思うんだが。確かに娘さんの言うようにひどい状態でしたが、公的機関や教会のサーバーはまだ生きてるものもあるみたいですよ。地図データもそこで見つけたんです。それ以外のデータはほとんど壊れていましたけど。そうだ、発揮じゃなくて調べていて見つけたんですけど、この BBS 掲示板って娘さんのですか？今ハッキングって聞こえたような。そう？気のせいじゃないかな。で、掲示板ってのはどれだ？これのドリーム BBS っていう掲示板です。スレッドはほとんどが安否確認や生存報告に雑談用ばかりですね。見た感じフリーハイフのスタイルシートをそのまま使っているんでしょうか。ちょっと懐かしいかも。どれどれ、生きてるやつ挙手。のしのしのし、ポリシボンヌ、生きてるじゃねえか。カスガ、このネットが普及し始めた頃の懐かしい感じの空気の掲示板は。せっかくだから私も書き込んでみようっと。ああ、それか。それならだいぶ前に俺が立ち上げたやつだ。と言ってもパスワードを忘れたせいでまともに管理なんかできてないんだけどな。私のじゃないよ。この音は俺のだ。娘さんの腕のあれって確か。娘か、どうやら無事のようだな。デカブツを倒すまでやられるわけにはいかねえからな。で、どうしたんだこんな朝早くに。俺たちが隣町に避難していることは覚えているな。うん。そこに住むひよこ虫たちがシェアクリスタルを見つけたらしいんだ。本当か？焦るな。見間違いということもある。俺はこれからそこに行って確認してこようと思う。すまないな。助かるよ。それじゃあ、また何かあったら連絡。ねえ、うずめ、今の人って昨日も通信で話してた人だよね。そういえば、ネプッチたちにはまだ紹介してなかったな。もうすぐ戻ってくるだろうから、その時に紹介するな。さて、それじゃあ俺はちょっくら町を見回ってくるわ。見回るって何をするの？デカブツがいないとはいえまだ凶暴なモンスターがはびこってるからな。避難した連中が戻ってきてもいいように目立つやつを倒しておくのさ。それなら私もウズメと一緒に見回りに行こっかな。特にすることもないし。ギアッチはどうする？私も行きます。もしかしたら何か発見があるかもしれませんし。それじゃ3人で出発だな。おー！
シュアルラジオですよね。よく知ってるな。どうだ、スケルトンボディでかっこいいだろう。はい、かっこいいです。うん、待てよ、なんでギアッチがこれを知ってるんだ。私たちの国でも一昔前に流行ってたんです。と言っても今は製造していないので、私も実物を見るのは初めてなんですが。へえ、まさかギアッチの国にもこいつがあったとはな。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。もしかしてギアッチは機械とか好きなのか。はい、大好物です。大好きじゃなくて大好物か。よっぽど好きなんだな。なら貸してやるから好きなだけ見ろよ。いいんですか。特別だぞ。こいつは俺の宝物だから。本当なら誰にも触らせないんだが、ギアッチはこいつの良さを分かってるみたいだからな。ほらよ。ありがとうございます。これってゲームのセーブデータを保存できたり、ミニゲームも遊べるんですよね。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、短距離だが無線通話も可能だ。あと有線でネットができる端末につなげば、外でもこいつでネットが楽しめる優れものなんだ。すごい、すごいですよ、うずめさん。いいな。これどこかにまだ残ってたりしないんですか。けどもし見つけたらギアッチに教えるよ。やっぱこういうのは価値のわかるやつが持たないとな。Fury! Kangaroo! Like a bunny! Jump! Jump! Boing!
爪を隠すってやつだよ。さて、そろそろいい時間だし、向こうにいるギアッチを迎えに行こうぜ。外でネットするには公衆電話に有線で繋がなきゃいけないなんて不便だな。そのこと無線の装置作って街中に設置しちゃおうかな。で、今はそんなことしてる場合じゃないんだった。ハッキングして見つけたこのデータを調べないと。もしかしてこの国がこんな廃墟になった原因なのかも。うん、調べてみよう。隣町に行く。ついてきてくれるか。